ございます。第27回長山とんでん祭り、無事に2日目を迎えまして、このように素晴らしい夏晴れ、お祭り日和に恵まれました。最後までごゆっくり会場内でお過ごしくださいますようにお願い申し上げます。早速昨日一日で届いた落とし物、忘れ物をちょっと今のうちにご紹介したいと思いますが、スズキの車の鍵、お車の鍵で、スズキの車の鍵、それから小さいお子様用のピンクのサンダル片方出てまいりまして、今朝また片方届きましたので一足揃いました。はい、それから大きな扇子、舞踊に使うような綺麗な扇子が1個、それから男性用の、メッシュのお帽子が1個、それと年中風のブレスレットが1個届いております。お心当たりの方、本部席の方にお越しください。また今日も暑い一日になりますので、お財布や家の鍵、携帯電話など落とされませんようにお気をつけくださいますようお願いいたします。また道を歩いていて鍵とかいろいろなもの落ちておりましたら、お手数でも本部席の方までお届けいただければ幸いでございます。落とされた方も希望を失わずに再度本部席の方に足をお運びいただきまして、ご確認いただければ幸いでございます。それでは第27回長山とんでん祭り、早速こちら特設ステージの方からイベントを開始させていただきます。まず最初はなんと豪華なよさこいソーランの演舞でございます。どうぞ温かいご声援をお願いいたします。プログラム1番、大雪風神会の演舞をご覧いただきます。ファミリーで楽しめるアットホームなチームになろう心がけています。みんなで協力しながら活動しています。チームカラーとして白と紺でまとめた服を着用し15年踊ってきましたが、今年からはガラリと衣装を変えて一層楽しんでいただきたいと思います。どうぞご覧ください。よさこいソーラン大雪風神会の皆様の演舞です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。はい、会場の皆さんこんにちは。大雪風神会です。ちょっと暑い中ですけど一生懸命踊りますのでよろしくお願いいたします。また最後チームの演舞の最後には一本締め、うちのチームとしては行ってますので、そちらの方も一緒にご賞味いただければと思います。じゃあ行きます。風神会踊ります。春と風化、やっさ、それ、えいやっさ、
こいさと一緒にお手を拝借よー、ありがとうございました。どうもありがとうございました。プログラム